味違う創作カツ、魅惑の肉グルメ。続いては富士宮市本城町にある身延線、創業39年、地元で親しまれているとんかつの名店です。店名は富士と山梨を結ぶ鉄道身延線が由来。長年和食の道に携わってきたご主人の戸栗さんが腕を振るいます。地元のフレッシュなあの肉を使っております。リブロースの頭のところを使っているもので、結構あのバンが大きくて油が乗っているところです。うちの特徴としてはパン粉なんです。パン屋さんに糖分塩分を極力抜いたパンを焼いてもらって、それをうちであのパン粉の機械にかけてパン粉を製作して、それをつけて揚げています。粗めに引いたこだわりのパン粉をつけた後は、サラダ油とラードの1対1ぐらいの割合でやって、それでカラッと揚がるんです。一番人気のロース定食はボリューム満点。糖分が少ないパン粉を使っているので揚げ色が淡く仕上がっています。しっとりとした食感と油の甘みが格別。さらにコクのあるオリジナルソースでご飯が進むこと間違いなしです。続いてはヒレ肉を使った創作カツ。ヒレ肉を開いて大葉と梅肉を入れて巻いて、それで衣をつけて揚げるんです。梅干しとシソの香りですね、肉がこう引き立つというかな。女性ファンが多い梅巻きヒレ定食。柔らかく脂身が少ないヒレ肉に梅肉の酸味が程よく効いてさっぱりと味わえます。お次はヒレ肉を使った串揚げ。ネギ、シシトウ、お肉でネギで刺して、それで衣をつけて揚げるんです。串カツっていうとよく玉ねぎなんですけど、僕はネギの方が美味しいんじゃないかなと思って作ったのが始まり。揚げた後は食べやすいように半分にカット。断面の美しさも美味しさにつながる串カツ定食。塩で味わえばネギの甘みが引き立ち、お肉との相性抜群です。ソフトヒレカツっていうのがありまして、棒状に揚げた普通のヒレカツをもう一度卵を絡めて揚げて、表面の衣が卵で柔らかくして食べるという、よそにはないと思う商品だと思います。まるで卵焼きのようにふんわりしたソフトヒレカツ、優しい口当たりに感動です。だしで煮込んだカツ鍋はご飯のお供に最高。富士宮の身延線です。